新潟の芸者と一緒にお座敷小町芸儀は、新潟県新潟市中央区小町を拠点とする芸儀。最盛期には、約400人の芸儀が活動し、京都の祇園、東京の新橋の芸儀と並び称されていた。新潟芸者の舞小町芸儀は大きく2種類に分かれており、50から60歳代の昔ながらの沖屋小族の、正統派のベテラン芸儀でいわゆる、姉さんと、 竜と進行株式会社に所属する通称、竜とさんに分かれる。手前が、止め袖、左手奥が、振袖の芸儀。芸儀は、一人前の芸儀と見習いとに、区別されている。京都では芸儀を、芸儀、見習いを、舞子と呼ぶのに対し、新潟では芸儀を、止め袖、見習いを、振袖と呼ぶ。一人前の年長芸儀である、止め袖の場合は、主として、 髪型は中島殿に言い、着物の袖は留め袖、裾は普通の着物より長い、お引きずりを着用。6.9月は裏地がついていない人へ、7.8月は薄く透き通った、軽やかな量、10から5月は裏地のついた合わせを着る。化粧は、引き眉をしない水おしろいによるものが一般的。帯は、普段はお太鼓結び、清掃時はお太鼓の下を結ばずに垂らす。 柳に結ぶ。見習いの芸儀である、振袖の衣装は、髪型は桃荒れ等の少女の曲げで、振袖を着る。帯は年長芸儀とは異なり、矢のあざ結びに結ぶ。座敷では主に資産流の舞踊を披露する。稽古や育成は姉さん方や一山流の家元が。鳴り物は、餅月流。かつて存在した、流箱町芸儀の起源は、源那二年から存在した。 新潟遊女であると言われている。江戸時代の後期に、一山流三代目資産七十秋に支持する、都市が一山生を受け、四代目資産七十世となるなど、後の小町芸儀の流星の帯同を始める。時代は、明治となり、新潟港が開港。明治十三年に四代目資産七十世が、遊芸師匠として小町通り八番町の、貸し座敷五千屋の広間を借りて指導。 五千屋吉が最初の弟子となる。その翌年の明治十四年八月には、九代目、市川團十郎を流祖とする、市川流の名取となって、市川流氏川登根の看板を掲げていた、武陽師匠氏川登根が、小町通り一番町新名神社で、も明治十八年九月七日、新潟県南魚沼郡塩沢町の清水峠から、関東に通じる国道。 清水越新道が開通。新潟県で、篠崎五郎が開通式終了後に参列した、北白川宮義久をはじめ、山形有友内務卿ら一行を、新潟区白山公園内快楽館に招待。その余興として、小町の数儀八人による、午前演舞が行われ、その翌年の明治19年8月、初代一万台橋が開通。 四代目資産七十世がこれを祝って作った曲で、ある、新潟重慶の内ち引く渡り染め開花の賑わいを披露する。その後間もなく、庄内野心が柳原咲光に見受けされ、後藤昌二郎長男の毛太郎の妻である、小町芸妓出身のサンネルンが白尺夫人となるなど話題で、新潟の界隈を沸かせ、小町の芸妓の人気が加熱する。対象の時代となり、 新潟新聞社が、新潟加賀約300人の中から、新潟十美人を選定する投票が開催。市山流四代目市川七十世の孫である、川田亀が、五代目市川七十世を襲名。市川流市川のぼりねの孫で、藤間流、藤間勘右衛門に支持していた、相田力子が、藤間小藤に、藤間小藤の妹で、藤間勘八のうちで死となっていた、相田中子が、 藤間中子の名取名を許されて帰京。し川上のりの生前からの願いと、師匠筋の了解を得て、市川中子となる中で、市川流し川上のぼり市山流四代目市川七十世が、相次いで逝去するなど、小町の芸儀は、新しい時代を迎えることとなる。大正9年9月11日、小町芸儀の、庄内八重であった、藤間静江が、新潟劇場で、 当委員会第7回新潟公演を開催。そして、大正15年の舞踊、3日目の余興に、資産流の、連獅子、新潟八景、船絵物も盆踊りが披露されるなど、新潟の下流会はその勢いを強めていく。昭和の時代になっても、大正時代の勢いは、衰えることはなく、昭和8年、一山流が、東京明治座で、一山県、 踊り会東京公演を開催。そして、昭和10年11月7日から10日にかけて、新潟市産業組合が、新潟花町の総力を結集した、船子踊りを開催。振り付けは、市山流五代目市川七十世と市川流市川中子が担当する。しかし、昭和11年の2.26事件の発生と、日独防強協,協定の締結。 昭和12年の日中戦争の勃発などにより一回の開催で中止となってしまう。その後の六甲橋事件。新珠湾攻撃で太平洋戦争が開戦。決戦非常措置要項により、芸ーギオや,や芸ーなどが休業。芸ー連、女子定身隊員として作業に従事することとなる。昭和中期の昭和34年に市川竜、市川中子が政居。 新潟藤間流門金取一同の協議により、藤間茂富士が西堀通り八番町に稽古場を開き、希望者の指導に当たるが、昭和41年小町芸儀の人数が168名に、そして昭和45年に小町芸儀の人数が136名に減少。昭和43年以降、振り袖希望者が0人になる。昭和の後期になると、 小町芸儀の人数が110名に減少する。また、昭和58年に市川流、藤間子富士が成去したことにより、新潟における市川流の系統が断絶する。昭和60年代に入り、小町芸儀の人数が60名となり、最年少の芸儀が36歳、平均年齢が53歳と高齢化する。そうした状況の中、昭和62年、 芸妓出入りの料理屋や財界人の出資により、流都信仰株式会社が設立される。平成の時代となった、平成元年、一山流六代目資産70郎により、第1回古町、新潟踊りが開催され、以後、現在まで毎年開催される。また、平成5年2月に、第1回新潟冬食の陣が開催。小町芸妓が踊りを披露して以来、 新潟芸妓家の前、古町料亭の味芸妓のマイコースとなお、変ながらも、毎年踊りを披露する場が増加する。地方問題地方問題では、姉さん方は、次第に引退するが、地方の育成には、ある程度お座敷に出られるようになるまで最低でも10年から20年程度必要である。しかし、若手の育成のスピードが間に合わず、または、若手が次々に辞めてしまうために、 近い将来地方は、姿が消えてしまうことが予想されているため、対策が求められている。現在では、流都信仰に所属する芸技に指導が行われるなど、後継者の育成に取り組まれている。2012年3月8日に、留め袖の流都さんが地方を務める舞台が披露された。新潟下流会の衰退時代の流れで娯楽の多様化、各種接待の激減による、 利用客の需要の少なさなど、料理屋や新潟の下流会自体の衰退が挙げられる。なおかつ、地元新潟市民の知名度の低さもあり、いまだに、その存在や活動を知らない者や遠慮い者として、関心がない場合が、圧倒的多数を占めている。これに対して、新潟市中央区では、特色の歩く作り事業、料亭の味と芸技の前で、花台の一部を、同区の予算から補助している。 六星子さん七十郎が考案し、1982年から始められた舞台。毎年6月中旬頃に新潟市民芸術文化会館で上演される。ありがとうございます。